おい、あの馬車か。そうよ、本当に来たんだわ、メイルストラの歌姫が。歌劇の国のビッグスター、まさかオラリオに来てくれる日が来るなんて。どこに行っても同じ声、つまらない台本をなぞるだけ。オラリオでさえ陳腐の極み。この私とあなたが来訪するんだもん、これくらいは当然よ。はあ、みんなが見たいのはこの私、あんたはおまけ、自覚して。最強無敵の美を司る私相手に、なんて口聞いてんのよ、このクソジャリー。だけど、いいわ、見逃してあげる。けれどもし、舞台の上で私の顔に泥を塗ったら、しばき倒すからね。誰に物を言ってるの？私はハレモニア、唯一無二の輝き、絶対無敵のトップスターよ。僕、シアターになんて初めて来ました。すごい豪華だし、ファミリアの人たちがたくさんいますね。ええ、あちらには竹三日月様、それにミヤハ様まで。向こうにはヘファイストス様もいるな。オラリオ中の神と冒険者が来てるのか。ああ、幾度も噂を耳にした歌姫、ハルモニア様の舞台を目にできる日が来ようとは。春姫は楽しみで楽しみで、昨晩などろくに眠れず、今日という日を迎えてしまいました。うわ、僕もです。なかなか寝られなくて、今日の演目の英雄譚頭から読み返しちゃって。まったく、お二人とも筋金入りの英雄譚オタクなんですから。こんな機会めったにないんだ。サポーター君もたっぷり楽しんだ方が。ベル、イエー、バレン何がし君、そんな気もしてたけど、やっぱり君も現れるのか。あ、アイズさんたちも招待を受けたんですよね。あれ、でも他の皆さんは。みんなはクエストで。始まるみたいですね。暗がりの舞台は夜空のごとく、そこできらめくはえりすぐりの我が子供たち。どうか今から繰り広げられる星々の瞬きをお見逃しなきよう。退屈などさせはしないと、この美の神アフロディーテが約束するわ。話には聞いてたけど、これ本当にアフロディーテの劇団なのか。売り込みと宣伝も兼ねた無料公演という話ですが、太っ腹ですね。神の口上なんて聞き飽きたでしょ。だから、ねえ、かっぽじって楽しみまくりなさい、至高の舞台を。声はかすれ、悲しみは腐り、
歌はもうとうに枯れ果てた。にもかかわらず頬を滑るこの雫は耐えてはくれない。ああ牙が来る。恐ろしきアギトが、いくつもの星が昇り、いくつもの霜が降りて、なお邪悪の餌食は止まらない。ああ英雄よ、それでもあなたはあの悪しき竜と雌雄を。姫よ、声を上げる時だ。再び安らかな旋律を、穏やかな調和を。この身は汝の歌声を取り戻すため、激凛砕く悲壮を得た。愛は愛に、破滅は不滅へ。汝の歌が時を超え、世を歌い続けるそのために、今こそ竜殺しの雄となろう。ならば私も連れて行って、この歌は竜を撃つあなたのために。すごい迫力が伝わってくる。本当に古代の光景を見せられてるような。もう泣けてしまいます。この後の展開を知っていると胸がおよよ。いくらなんでも激すぎです。あとネタバレはやめてください。ですが前知識は確かにあった方が良かったかも。カドモスと歌姫は邪竜を歌んとする英雄様と歌姫様のザ・王道の物語でございます。こいつ尻尾で背中に直接背中文字だと。英雄カドモスは一世の雄、片や嘆きの女は奇跡の詩を紡ぐ至高の歌姫。数々を喰らい、人々をもてあそび、破壊の限りを尽くした邪竜を英雄と歌姫は歌んと追い詰める。ですが、もう英雄よ、我を誇る一角の竜殺しよ、ただでは死なぬ。貴様の命も道連れよ。その魂ともども名をくらい、我が悪名こそ時を超える歌としてくれよ。させぬぞ竜よ、我が名を奪われたとて破滅に屈しはせぬ。姫よ、どうか歌を。精霊の奇跡を超える加護の守り手よ、我が悲壮を激凛砕く刃に。ああ、いよいよ終幕でございますね。歌姫の力を借りて英雄様が最後の一撃を。はい、自分の命と引き換えに恐ろしい邪竜を。姫よ、ひるまなくともいい。この剣があなたを守る。さあ、我が命をもって絶望に終止符を。セリフを忘れちゃったとか。飽きた。毎度毎度同じ筋書きに陳腐な涙。きっと天に負わす神々も退屈していることでしょう。いや全然してないんですが。姫よ、そのようなことを言わず歌を。悲劇のヒロインなんて時代遅れ。英雄倒れるならば私が剣を。歌を捨てて邪竜を撃て。邪竜よ、牙を向け、爪を鳴らせ。今より砕く鱗こそ汝の悲壮。我が雄たけびは竜の方向にも勝る。
いざ！英雄の危機を見かね、歌姫殿は竜を？本当にこの筋書きでよろしいのですか？知りません。僕はこんなカダムスと歌姫、こんな明るくて楽しい物語見たことない。あのおばかい、旋律奏でなさい。いい音楽乗っけて力ずくで乗り切る。ハルモニアと心中するわ、あの舞台無敵女とね。ここで演奏、それに歌声も。歌姫様の歌、このような流れで紡がれるなんて。あの詩がこうなって、ああなって、ここに重なって、すごい解釈です。新発見でございます。ああ深まります、はかどります。うわー、いい歌じゃないか。あれって、筋書きを塗り替えた。悲劇の脚本を喜劇に、絶望を希望に。世界が求めるは人口の英雄ではなく異端の英雄。舞台の上とはいえやるじゃないか、歌劇の女王。これぞ我らが絶対歌劇。神々よ、ご賞覧あれ。竜の屍を越えた先、伝説の幕開けよ。悲劇はいらず、惨劇も不要。せいぜい喜劇程度がちょうどいい。道家と手を取り、さあさあさあ。これぞ我らが絶対歌劇。今宵の物語はここまで。どうか次の1ページで新たな伝説が紡がれんこと。ネイルストラの歌姫、ハルモニア。デル様、とーっても素晴らしいお芝居でございましたね。はい、僕お芝居って初めてだったんですけど、物語をあんな凄まじい形で表現する、なんだろう、この気持ち。ハルモニアさんのことを考えるとドキドキして、僕ファンになっちゃったかも。なの？確か舞台の後、ヘルメス様が歌姫のグッズってのを売るって言ってたぞ。本当？それ買ってみたいかも。ハル姫も欲しゅうございます。これが神々様がおっしゃる推し、尊いという感情なのですね。くぅー、英雄団オタクのベル君たちに今日の舞台は劇薬だったか。一時の応援的感情とはいえ、桃園木のベル様の気を引くとは、あの女優危険すぎます。ハルモニアさん、お芝居が終わったのにどうして。まさかこれがカーテンコールというものでしょうか。感動です、感激です。オラリオのみんな、今日は集まってくれてありがとう。芝居の感想は聞くまでもないみたいね。ハルモニア様、最高の舞台でございました。あ、ハルモニアさん、センキュー。で、話は変わるんだけど、ちょっと驚かせちゃうかもしれない報告をしてもいいかしら。おえ？私、ハルモニアは今日の公演をもって引退しまーす。はぁ？明日からの有料公演の払い戻しとか苦情とか、そういうややこしいことは全部うちのポンコツ女神までお願い。おー！
マン、アディオス、アデュー、さようなら。今まで応援本当にありがとう。え、星ができた日に星が消えた。何それ。おい、ベル、しっかりしろ。春姫殿もお気を確かに。星の卒業は魂の使徒さえ言う神もいるからね。しばらく放っておいた方がいい。何の役にも立たない知識ですね。ん、ケンキ様、どうなされたのですか。何か考え込んでるような顔をして。メイルストラの歌姫、歌を自分で歌ってなかったなって。え、それってまさか口パクってやつですか。何かの見間違いでは。ほんの少しだけ口の動きがずれてた。別の人が歌ってて、それに合わせて歌うふりをしてたのは合ってると思う。第一級冒険者様の五感ってやつか。俺たちは全く気づかなかったけどな。ハルモニアさんが口パク？ないない。じゃあやっぱりあのハルモニアさんは幻で、ハルモニアさんは引退しないんだ。やったー。現実から逃げるんじゃない、ベル君。だけどその口パク疑惑、さっきの引退宣言と関係があるのか。いくらでも深読みはできちゃうな。第一、なんでアフロディーテは歌わない歌姫を劇団の看板女優にまでして。ハルモニア様、お待ちください。どうかアフロディーテ様のところへ。お断りよ。私はあいつの手の中から飛び立つ。神なんかに縛られない自分の人生を生きるの。え、あれ、あの人、ハルモニアさん。はあ、よさげなかも発見。お待たせ、ダーリン。陳腐な少年、人助けだと思って話を合わせて。後でサインをあげるから。分かった。分かったわね。よし。え、あ、サイン、ハルモニアさんの。わかりました。ハルモニア様、天上天下唯我独尊ウルトラわがままはおやめください。アフロディーテ様、激おこなんとかプンプンドリームですよ。無理よ。私もね、舞台なんて嫌で嫌で退屈でしょうがなくて、陳腐かつゴロゴロ野菜みたいな観客の顔に見飽きてやめるわけじゃないの。本音にしか聞こえないのですが。あのアホ女神に伝えて。今の私はどうしたって舞台に立てない体になっちゃったんだから。舞台に立てない。今の私のお腹にはダーリンとの愛の結晶が宿ってるの。そうなんです、ハルモニアさんと僕の子供が。たーはぁー。だどういうことですか、ベル様。子供とかリリは聞いてませんよ。少女神のファミリアに反逆してレジスタンス決め込むつもりか、君は。ないないないです。誰の子供もできてませんから。ベル、いつの間にお父さんになったの。違うんです。
特ダネきた。天才女優ハルモニアと年中手出し盛りウサギことリトルルーキーのおめでた感、世界に激震クルー、どっから出てきました。ハルモニア様とベル様がいつの間にかあんなことやそんなこと。ハル姫殿、気を確かに。こいつ処女神の眷属のくせに俺たちの一等星にファイアボルトかましやがって。許さねえ、お前たちやっちまうぞ。おいおい、来るぞ。エスティア様、どうすれば。ベル様の制裁が先か、それとも断罪が優先か。血の涙を流してベル様のドテッパラにヤンデレソードで突撃する方が先か。落ち着け、サポーター君。脳が壊れるのもわかるが帰ってこい。あれは歌姫君のブラフだ。神には嘘がわかる。エイナちゃんといい、ハルモニアといい、なんで俺の好きな女は次から次へとリトルルーキーの毒眼に。うさぎしすべし慈悲はない。野獣ママで、このままでは収拾がつかない。ベル君、ここは何とかするから君たちは逃げろ。はい。あら、これって愛の逃避行？楽しくなってきたわね。よろしくね、ダーリン。火に油を注がないでください。ベル、お父さん、ベルパパの方がいいのかな。バレン何がしくん、天然炸裂させてないで、君も追ってくれ。護衛兼ベル君たちの監視係だ、頼んだぞ。はい、行きます。こっち。疲れた。冒険者相手の追いかけっことかすごい体験ね。まさに事実は舞台よりきなり。舞台じゃなくて小説じゃ。野獣馬が野獣馬を呼んで、最後の方はモンスターパーティーみたいになってましたね。あ、でもアイズさん、ロキファミリアのホームにかくまってもらうなんて本当に大丈夫なんですか。ルーニーたちには伝えたし、リベリアには怒られるかもしれないけど、今はみんないないから。そうですか。ちょっと怖いような、主にサウザンドのエルフの型的な意味で。だけどまさかあなた、あの元気だったとはね。それでこっちの陳腐な少年はあのリトルルーキー。さすが私、持ってるわ。まさか私以上の有名人と出会っちゃうなんて。アイズさんはともかく、僕はそんなことは。ん？もしかしてあなた謙遜とかしてる。私、そういう謙虚さが美徳だと思わないわ。え、自分の地位や世間からの評価を正しく把握してないと不幸になるから、自分も自分の周りもね。不幸にですか。ええ、頑張って頑張って歯を食いしばって無理を重ねてるのに、そこにたどり着けない存在を傷つけることにもなる。だから私はのけぞるくらい胸を張って生きるの。背筋を伸ばしてヒールを鳴らして、自分が世界の中心だって私を見て崇めなさい、野菜たち。そんな風にね。すごい自信。そんなんじゃないわ。私が歩んできた道を知ってるのは私だけ。その皇帝が恥じるものじゃないなら自分だってかわいそうよ。これが女優、いや
この人だから。いい？リトルルーキー、あなたは有名なの。最も熱い年に現れた新進気鋭のレコードホルダー。ひょっとしたら私よりもずっとあなたの名は世界に轟いてるかも。あなたは優しい人かもしれないけど、すごい人なの。だから私に負けないくらい胸を張りなさい。あなたに憧れる人はきっともうたくさんいるわ。うん、私もベルはもう少しドーンとしてていいと思う。ハルモニアさん、アイズさん。見飽きたね視線。何？私を本当に好きになっちゃった？ベル、そうなの？してません、してませんって。ただ僕はハルモニアさんのファンになってよかったって。そう、ありがとう。じゃあ推しからの頼み事はむせび泣きながら公園に打ち震えて聞いてくれるわよね。むせび泣くかわからないですけど、なんですか？二人にクエストを依頼したいの。私も？ええ、依頼内容は護衛とオラリオのガイド。最高のデートプラン考えてね、ダーリン。すがすがしい朝。ごきげんよう世界。今日も私の次に輝いてるわね。さあダーリン、それにアイズ、しっかりアテンドお願いね。お願いだからダーリンはやめてください。オラリオの観光案内本当にすることになるなんて。ガイド、私初めて。緊張する。じゃあ行くわよ。あら、リトルルーキーと歌姫が一緒にいるわ。すでに隠し子が3人いて一緒に暮らしてるって噂は本当なの？どこまで最速なんだよ、ふざけんなよ、おかしいよ。しかも元気までいるってなんだよ、おかしいだろう。とんでもないおひれが。こういうのは有名勢よ。けど監修がいるなら二人にも相応の格好をしてもらおうかしら。え、特にダーリン、そんな一般人みたいな格好で横にいたら大女優の私の名も汚れるわ。あの、何でもしますから、本当ダーリンは勘弁してください。さあこっちこっち、私がオラリオ流最強コーディネートをしてあげる。ありがとうございます。あの、こんな高そうな服本当にもらっちゃっていいんですか？もちろん。その代わり今日はとことん楽しませてもらうわ。心してガイドなさい。じゃないオラリオ、ダンジョン由来の珍しい商品がいっぱい。このエリクサー製のコスメなんて気に入っちゃった。10箱持って帰るわ。あ、ハルモニアさん、まだ買うんですか？何言ってるの、こんなのまだ序の口じゃない。すごい買い物。ダンジョンのクエストよりきついかも。
にジャンクだけど私は大好き。気に入ったわ、ジャガマルくん。だろう、ジャガマルくんは匂いよし味よし腹持ちよしの極上の兵糧丸だからな。気に入ってもらえてよかったです。オラリオといえばジャガマルくんですし。すごい勢いで食べてるけど、アイズも好きなの？ジャガマルくんは正義、ジャガマルくんは愛、ジャガマルくんは世界を救う。ねえ、この子天然？はい。いた！いたー！ハルモニア様と教官ベルクラネル発見せる！ね、あの人たちは！追っ手が来たわ。逃げるわよ、ダーリン。これ後で本当に収集つくんですか？ここまで来たら安全かしら。あの、一度帰った方が良かったりしませんか？皆さん心配してそうでしたし。まあね、劇団の仲間には手間取らせて悪いなって思わなくもないけど、あのポンコツ女神は客寄せパンダがいなくなって焦ってるだけ。気にする必要なんてないわ。神様相手にすごい言い方ですね。こっちにはその権利があるもの。今まで無茶ぶりばっかでどれだけ苦労させられたか。毎日毎日遅くまで稽古して、空いた時間は取材対応にパトロンへの挨拶、巡業公演ともなれば何ヶ月も馬車に揺られて東に西に。よくもあんなハードスケジュールを組んでくれたわね。すごい不満。神って人の心とかないのかしら。あなたたちのところの主神はどう？僕の神様は別に。ヘスティア様はいつも僕のことを考えてくれてますし。ロキはちょっとエッチ。私のところよりマシみたいね。羨ましいわ。本当にわがままな美の神の主神なんて持つものじゃないわ。探せ、まだ遠くには行ってないはずだ。しつこいわね、我が劇団ながら。ねえ、どこか静かに話せそうなところはある？そうだ、アイさん、あそこはどうですか？うん、大丈夫そう。綺麗ですごいですよね。僕もアイズさんに教えてもらったとき感動しました。それこそ物語の一幕みたいな光景で。スイカを問う黄昏よ、水の守護者はここにいる。どうか彼女に知らせてほしい。今より茜の雫を拭いに行くと。あ、英雄たんの水と光のフルランドですね。涙を流す精霊のもとに騎士が凱旋する夕焼けの場面。今のでわかるなんて相当ね。あなた大して有名な場面でもないのに。それはハルモニアさんのお芝居がすごいから。本を読んで想像してた景色がすごく鮮明になって浮かび上がって、僕舞台の上のハルモニアさんに出会えてよかったです。こんなに夢中になるなんて夢にも思いませんでした。
舞台の私に出会えてか。ん？どうしたんですか？別に何でもないわ。それよりもあなたたち、いつもここで相引きしてるわけ？相引きなんて、ここは会津さんに訓練をしてもらった場所っていうだけです。あのおかげで僕は冒険者になれました。あれはベルが頑張ったから。すごかったよ。そんなこと。あ、いや、謙遜はなしか。ありがとうございます。よくわからないけど、二人の始まりの場所ってことでいいのね。忘れられない思い出があるんだ。はい、とても大切な場所の一つです。そう、羨ましい。私には始まりの場所なんてもうないから、少し開けるわ。え、どういうことですか？引っかかった。少し影を見せるだけでぐっと魅力的になるでしょ。ダーリンはお子様ね。それも演技だったんですか？大女優の私はミステリアスな女ってこと。それよりもっと二人の話を聞かせてちょうだい。二人は今まで何をして、どんな冒険を乗り越えてきたか、私知りたいわ。朝一でベル様から無事を知らせる手紙は届きましたが。何ですか？ハルモニア様のガイドって。しかも第1級冒険者のケンキ様まで巻き込むとか、どこのブルジョアですか？無敵なんですか？貴族なんかよりよっぽどとんでもない。破天荒だな、あの歌姫ってやつは。これが女優ってことか？女優云々というより、わがまましか知らないアフロディーテの眷属だからなのかな。アフロディーテもあの歌姫くんに負けず劣らず、勝ち気というかむちゃくちゃな性格してるからね。イシュタル様やフレイヤ様と同じ美の神であられますが、やはり性格は異なるのですか？違うね、全然違う。もうなんていうか雑魚っぽい。雑魚。展開じゃすごかったんだ。美の女神の魅了を乱用して好き放題してるかと思ったら、浮気がバレてひどい目にあったり、火に油を注ぐとかじゃなくて、あの子自身が爆弾って感じかな。あの子に従う子供はいろんな意味で大変だと思うよ。なるほど。では同情ゆえに今回のベルドナへのクエストも認めたということですか？同情だけじゃないんだけど、歌姫くんが無理してるように見えてちょっと心配になっちゃってさ。無理でございますか？舞台を離れた後も堂々としておられましたが。一見そうなんだけど、そのあたりアフロディーテはどう思ってるんだろうね。はあ！ヘスティアのこと元気に守られて逃げ回ってるですって？はい、血のりもあちらにあり、一向に捕まえられません。あのバカ姫、全部放り出して何だっていうの？この3回最強スーパーゴージャスなこの私が、なんでパトロンどもなんかに頭を下げなきゃいけないのよ。いかがいたしましょう。ハルモニア様に手を出したウサギ野郎は許せませんが、相手があの剣気では逆立ちしても勝ち目が。はあ、やっとこぎつけた計画を、よくもまあここまで引っかき回してくれたわね。いいわ、そういうつもりなら。
こちらも手段を選ぶ。ハルモニアが何を考えていようと。あー、美味しかった。北条の女主人最高よ。他の都の高級店と比べても一番素晴らしかった。オラリオってダンジョンだけだと思ったけど、グルメもかなりイケてるのね。知らなかったわ。ありがとうございました。ぜひまた来てください、ハルモニアさん。それとベルさんは今度どうして両手に花でデレデレされていたのか、ちゃんとお話を聞かせてくださいね。これはクエストなんです。確かにファンとしては一緒にご飯ができて最高の時間でしたけど。ファンですか。じゃあハルモニアさんはベルさんの推しなんですね。そうなんだ。あ、墓穴ってやつか。羨ましい。羨ましいって、独り言も聞き取っちゃうベルさんなんて知りません。さあ、またのご来店を。ああ、シールさん。ふーん、そうよね。レコードホルダーだもんね。玉の輿って意味でも異性は放っておかないわよね。あなたはどうなの、アイズ。あの一見チンプでちょっと変わった男の子のことどう思ってる？ベルのことですか。私はウサギさんみたいで好きです。落ち込んでる時元気をもらえるから。だからベルにキラキラした目で見られるハルモニアさんが私もちょっと羨ましい。墨作りなのは私だったか。それより私たちのダーリンを追いかけましょう。一周回って堂々とセントラルパークに来てみたけど、バベルって改めて見上げるとすっごく大きいわね。私も小さい時思いました。小さい時？アイズ、あなたっていつからダンジョンに潜ってたの？7歳くらい。嘘でしょ？そんな時からなんて。モンスターが怖くなかったの？怖がるよりやらないといけないことがあったから。突き抜けてるのね、やっぱり第一級冒険者って。私たち役者とも違う、別の次元で生きてる。ハルモニアさん？舞台から降りれば私はただの小娘。あなたたち本物とは。いい？あなたは傲岸不遜で生意気な悪女になるの。歌が歌えないくせに歌姫を名乗り、誰も彼も虜にする女優に。あなたは今から未来永劫舞台から離れられなくなる。あなたは何があっても。あの、どうしたんですか。何でもないわ。とにかく私たちみたいな人間は得意な舞台で好き放題やってればいいの。謙虚も謙遜も捨ててね。まあ引退しちゃった私が言っても説得力はないわね。今の私は正真正銘わがままだらけの小娘なんだし。ベル。はい、僕が聞きます。僕にやらせてください。あのハルモニアさん、
舞台を急に引退したのって歌のことで悩んでいるからだったりしますか？アイズさんが教えてくれたんです。ハルモニアさんは歌姫なのに歌ってないって。あんなにすごいお芝居ができて舞台への誇りもあって、なのに引退するなんて、何か理由があるんじゃないかって。やっぱり冒険者ってずるいわね。いいえ、すごいわ。今まで誰にも気づかれなかったのに。ハルモニアさん、確かに私は歌を歌えない。どうしたってね、役者は誰も彼も虜にするために誰も彼も騙す。だけど私のこの嘘は惨めで滑稽で、そろそろ自分だけは騙せなくなっちゃって、正直しんどくなっちゃったのよね。それが引退の理由なんですか？そうよ。だからもう嘘をつくのはやめて、歌姫じゃない別の私に。バカ言わないで。アフロディーテ、バカを言うんじゃないわよ、ハルモニア。舞台から逃げるなんて、そんなの本当に笑えない喜劇。すべてを失った惨めな小娘だったあなたを、どうして私が眷属にしたと思っているの？舞台に戻りなさい。うるさい。喝采を浴びなさい。黙って。栄光をつかみなさい。ふざけないで。私はあんたの人形じゃない。富と名誉を稼ぐ道具でもない。女神を飾るアクセサリーじゃないの。いいわ、言ってあげる。私はあんたの元にいるのが嫌だった。窮屈なのよ、私のかつてを知る女神なんて。そのかつてはこの時のためにあったんでしょ？え？女優の時間は終わりよ、ハルモニア。歌いなさい、あなたの命を尽くした歌を、ここで。そんなのできるわけないでしょ。なんで、どうしてそんなこと言うの？私の歌がどんなものか、あんたは知ってるのに。動かないわね、デコでも。それじゃあ、歌えないのなら歌わせてあげる。歌いなさい、ハルモニア。あ、ベル、見ちゃダメ。アイズさん、あなたたちは対象外。ねじ曲げるつもりはない。さあ、ハルモニア。いや、私はあんな歌。ハルモニアさん、しっかりしてください。アフロディーテ様、一体何を？計画の時よ。今から始まるのはオーバーチュー。私の念願にして待望。これがハルモニアさんの歌。綺麗。どうしてこんなすごい歌を。今までハルモニアさんは。来る。ベル、構えて。噂を狙ってる。させない。なんだ、オラリオにドラゴンが。逃げろ。切れない。
やった、ハイさん。吹き飛ばしただけ。え？致命傷を与えられなかった。だから空に吹き飛ばすしかなかった。攻撃を与えられない相手。そりゃそう、消し去るべき肉体や魔石なんてとうの昔に失われてるんだから。どういうことですか。助けてくれ。逃げなさい、ハルモニア。逃げて。ハルモニアさん。動いた。そのようだね。眉唾者の情報だったが、リハーサルはうまくいったということか。フィン、それでは。ああ、女神の計画、その片棒を担ぐとしよう。英雄の名を奪った恐竜を今度こそ殺す。原初の邪竜カドムスを。古代、まだ私たちが地上に降り立っていない遠い昔、ダンジョンの深き闇から生まれ落ちた一頭の邪竜が地上に這い出て破壊の限りを尽くした。それに抗わんとしたのは一人の英雄と親愛を尽くし彼を支える希代の歌姫。神秘の歌の力を得て邪竜を追い詰めた英雄は命をすべて使って邪竜の肉体を滅したけれど、ハルモニアさん。うなされてる。昨夜そんなことが。その正体不明のモンスターはどうなったのですか。アイズさんが追い払ってくれたんだ。でも手応えがなくて、アフロディーテ様がまた来るって言ってました。何が起こっているんですか一体。あの、ハルモニア様のご容体は。まだ眠ってます。だけど顔色は良くなくて。エスティア様は。ついさっきすごい剣幕で飛び出ていった。あの微心を問い詰めてくるって言ってな。どういうことだアフロディーテ。いくら君でも神の権能を使って子供に無茶を強要するなんてどうかしてるぞ。ピーピーうるさいわね。私には私のやり方があるの。おちびの分際で子供の教育に口出ししないで。何が教育だよ。厄介事まで呼び出したらしいじゃないか。そもそも何なんだ空から降ってきた竜っていうのは。カドモスと歌姫は見たの。一昨日の舞台のことかい。見させてもらったけど。昨日降りてきた竜は歌劇に登場した邪竜のこけら。歌姫を狙う先兵ってところかしら。でも英雄団の中じゃ邪竜は英雄と相打ちになったんだろ。歌姫くんが演じたお芝居の中じゃ彼女が自分で倒しちゃったけど。あの子からしたら歌が英雄を死に追いやった。そんな結末は受け入れられなかったんでしょうね。え？古代
英雄カドモスに寄り添った歌姫は精霊にも勝る異能を有していたが、それが歌による力、力と生命の本流を与える第五の原生調和の歌、下界のとっておきの道よ。ミヤハのところのカサンドラ君とまさか同じ。そして本物の邪竜はそんな歌姫の力とリンクして英雄カドモスの肉を喰らい、よりにもよって歌姫の異能の力を手に入れた。肉体が滅んでもなお生き続けたのよ。英雄の名を奪い、英雄の名を冠する邪竜カドモスとしてね。あれは天に帰れず放浪する子供の魂と一緒。始末が悪いのは魔物の本能や破壊衝動がしっかり残ってること。あの粘着ストーカークソ邪竜は異能の源泉である歌姫の調和を求めて天空をさまよい続けた。おいおい、まさかこの話のオチは。正解よ。ハルモニアは古代の歌姫の末裔、正当な血を引く孫うことなき伝説の再来。そしてあの日、あの子の10歳の誕生日、邪竜はあの子の故郷に現れて全てを焼き払った。現代に残された歌姫食らうためにね。成長し潤沢な魔力を宿したあの子の歌を邪竜カドモスは見逃さなかった。たまたまあの場所に居合わせた私は一時的に邪竜を魅了してハルモニアだけは助けることができたけど、家族や村人を全て失った幼かったあの子は完全に壊れてしまっていた。邪竜は本能的に理解してたんでしょうね。ハルモニアの血が自分にさらなる力をもたらすということを。ちょっと待ってくれ。じゃあ何かい、歌姫くんはずっとそんなトラウマを抱えてたっていうのか。あんなに笑顔で輝きながら舞台を演じきるような子が。ああ、それなら簡単な話よ。私が魅了したの、あの子が舞台から離れられないよう。デル様、大変です。ハルモニア様がいません。え、そんな、あんな状態でどこに。ベル、手分けして探しに行こう。はい。みんな死んじゃった。私の歌のせいで。泣き言はあと。あんな不安定な存在、私の魅了もいつまで持つか分かったもんじゃない。とっとと逃げるわよ。神様、何よ。殺してください。全部私のせい。ダメよ。自分の罪だと言い張るのなら自分自身の手で清算なさい。
そんな覚悟もないというのは、私が魅了してあげる。いい？あなたは傲岸不存で生意気な悪女になるの。歌が歌えないくせに歌姫を名乗り、誰も彼も虜にする女優に。あなたは今から未来永劫舞台から離れられなくなる。あなたは何があった？溶けちゃった。私にかけられてた魔法が、醜い魅了の力が。ハルモニアさん、ダメ、見ないで、見ないでよ。ハルモニアさん、どうしたんですか？おいで、やだよ、やだよ、違うの、女優なんかじゃないの。みんなを殺した、人殺しなの。私に近寄らないで。ハルモニアさん、何そのざまは。あんだけ生意気なことを言って、化けの皮一枚剥がれたら、それ、アフロディーテ様、それに神様。神様、自分に命令できるのは自分だけ。自分の劇場は自分で決める。これまであんたが言ってたことよ。なんて低たらく、自分の哲学一つも守れないなんて、情けないったらありゃしないわ。違う、違うもん、それは私じゃない。全部神様が言わせたんだ、私じゃない。ざっけんじゃないわよ。台本を捨てるな。あんたの脚本はあんただけのものよ。全部全部あんたの中に埋まっていた宝石なの。立ちなさい、立て、立って歌うの。あのふざけた竜を打つのは他でもない、あんたの歌よ。やだ、やだ。アフロディーテ様、やめてください。神様、どうして黙って見てるんですか。やめさせてください。なくなっちゃう、歌ったら私の親みたいに。みんな助けて、バーガー助けて。アフロディーテ様、手出しするんじゃない、チビジャリ。邪魔するならひざまずきなさい。ぶっ飛ばあ、ハルモニアさん。なあ、何よあいつ、なんで私の魅了が効かないわけ。ケスティア、あんた自分の子に一体何をしたの。僕は何もしてないよ。説明は省くけど、ベル君は魅了が効かない体質なんだ。どんな体質よ、そんな男神にもいない。 B の神絶対殺すまんじゃない、そんなの。なんでモンスターが空から
落っこちてきてるんですか？知るか。だがやることなんて一つしかないだろう。向こうの民を守り抜きます。皆様、いざ。私も行く。やっぱり手応えがない。肉体を持たない邪竜のこけらだもの。当然よ。アフロディーテ様、それにヘスティア様も。申し訳ありません。今ハルモニア様は知ってるわよ。ハルモニアが逃げ出したことくらい。今はベルクラネルと愛の逃避行を続けてるわ。愛のベル様とハルモニウ様が、本当にベル様はダーリンになってお子様は7人も。ハル姫くん、マジレスするけど今は暴走しないでくれ。本当、アフロディーテも変な言い方はしないでくれ。はっ、私は私の言うことを聞かない男が一番嫌いなのよ。ヘスティア様、私もハルモニアさんを追いかけていいですか？バレン何がしくん？さっき探してる途中でロキに聞きました。私だけ地上に残ってた理由もアフロディーテ様の計画。ベルにこれから起きることを説明できます。だから。わかった、言ってあげてくれ。ですか本当にこの状況。それに計画って、次から次へとわからないことばかり起きて。アフロディーテ、ここにいたか。もう状況は動いてる前提でいいのか？ええ、あっちは完全にハルモニアを捕捉したわ。ほんなら急がんとな。こっちの準備は整っとるで。これはガネーシャ・ファミリアにヘファイストス・ファミリア、他にも様々な派閥が。ロキとフレイヤの連中こそいないが、中堅以上のファミリアが勢ぞろいしてるぞ。一体何が始まるのですか？決まってるでしょ。ハルモニアの歌でここにカドモスを呼び出すのよ。ハルモニア様の歌にそんな力が。踏んじばってでも歌わせるわ。カドモスを呼び寄せるにはそれしかないの。古代からの呪いを打ち砕くにはそれしか。私はそのためにシャレにならないくらいの報酬を支払ってオラリオにクエストを頼んだんだから。まさか最初から全部。そうさ、今回のオラリオ公演そのものが都市側と結託して行われた大規模クエストだったんだ。公演を口実にハルモニア様をオラリオに呼び、歌を歌わせカドモスを誘い出し討伐作戦を始める。状況は理解しましたが、当のハルモニア様が何も説明されてないのはさすがに理不尽なのでは？あのヘタレに本当のことを言ったら逃げ出すに決まってるでしょ。今この状況が何よりの証拠。野暮な質問をいいか、アフロディーテ。昨晩みたいに魅了をかけて強制的にことを済ませるルートはなかったのか？本当に野暮ね、ヘルメス。だからあんたはいつまで経っても3枚目なのよ。そうよ、それじゃ意味がないのよ。何のためにここまでやってきたと思ってるの？アフロディーテ、
みんなはヘルメスたちの指示に従ってくれ。頼んだよ。自分ほんまに余計なことしか言わんな。こっちは結構な無茶を聞いて、オラリオを戦場にするんだ。効率を求める意見くらいいいだろう。まあとはさっさと素直になって丸く収まってほしい。おせっかいさ。遥か悠久なるオリンポス、天界の同郷のヨシミさ。ハルモニアさんの歌で竜を呼び出す、そんな計画が。うん、都市はもう動いてるって。ロキが。でもそれだとハルモニアさんが歌わないと、そもそも計画が始まらないんじゃ。だから何とかしないといけないんだと思う。アフロディーテ様の魅了でハルモニアさんを操るのは私は違う気がする。ここにもいない。あと探してない場所は、あそこかもしれない。三人で話してた。あの時ハルモニアさんは寂しそうな目をしてた。私の歌が村のみんなを殺した。神様のお人形にすがってごまかしてつるつる生きてきたから、今度はこの町の人たちを。もう遅いかもしれないけど、私がちゃんと舞台から降りれば。私の舞台は終わり。いた、ハルモニアさん。落ちてきたら私が受け止める。だからベルは言って。でも私の言葉は届かないけど、ベルの言葉ならきっと届く。私はそう思う。だから。わかりました。ハルモニアさん。ベル、降りてください。あなたがいなくなったら悲しむ人がたくさんいる。来ないで、来ないでよベル。もうそんな目で見ないで。全部嘘なの、偽物なの。神様が生み出した仮面の私、辛かったんだよ、苦しかったんだよ。本当は胸の奥がずっとぐじぐじ言ってた。ハルモニアさん、ねえ見て、かっこ悪いでしょ、かわいくないでしょ、気持ち悪いお人形みたいでしょ。もうどうすればいいかわからないの。ベルとアイスみたいに私は強くないんだよ。それは嘘だ。待ってくれアフロディーテ。なあ、君は本当にハルモニア君を魅了したのかい。誰も彼も騙す女優になれだなんて、そ
そんな底意地の悪い魅了を本当にかけたのかい？負けない。するわけないでしょ。私もフレイヤたちと一緒、美しいものが好き。そんな美しいものがくだらないことで輝きを失うなんて許せない。ハルモニアはね、天界のヘペロスにも劣らない至宝。その歌声は神々さえ聞き惚れる。歌声だけじゃない、あの子の笑顔も優しさも私は全てが愛おしかった。なら化け物ごときがあの子の輝きを奪うなんて絶対に認められるわけないじゃない。だから君は魅了をかけるふりをした。幼いハルモニア君の心を守るために。魅了されたと思い込んだハルモニア君は自己暗示の類だったとしても、君が望む女の子を演じ続けてきたんだ。強く眩しい女優を、君が夢見ていた歌劇の女王を。本当の嘘つきはハルモニア君じゃない、アフロディーテ、君だ。君の優しい嘘のおかげでハルモニア君は今日まで笑って過ごすことができたんだ。そして君は今でも彼女が立ち上がって奇跡の歌を聴かせてくれると信じてる。凄惨なかつてからの復活を。腹が立つわ。ええ、腹が立ってしょうがないわ、ヘスティア。やっぱり処女神のあんたたちと私の相性は最悪。何でもかんでも見透かしたように上から物を言って、私は昔からあんたのことが大っ嫌いなんだから。そっか。でも僕は君たちのことが好きだぜ。気づいてるかい、アフロディーテ。舞台の上で強くあろうとするハルモニア君は君にそっくりだって。ハルモニアさんが強くないなんて嘘だ。もしそれが嘘だったとしても、あなたの嘘はみんなに夢を与えられるくらい綺麗ですごいものです。やめてよ、そんな目で見ないでよ。その目のせいで私はずっと舞台から逃げられなかった。私は嘘っぱちなのに、みんなが私に期待なんてするから。それはみんなが期待するくらいあなたが眩しかったから。嘘なんかじゃ覆い隠せないくらいあなたが輝いていたから。嫌い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 、ベルなんて嫌い、みんななんて大嫌い、温かな目が嫌い、私を応援する声が嫌い、こっちを見上げながら泣いてバカみたい。一つ演じてみせたらちっちゃな子みたいにもっともっとって本当に欲張り。そうですね、欲張りで自分勝手で、僕たちはずっとハルモニアさんたちに夢を見てる。そうよ、みんな勝手な妄想を私たちに押し付けてる。本当にいい加減にして。それで好きだとか愛してるだとか口当たりのいいこと言って、平気で他の役者にも浮気するし、口を開けて間抜けな顔して、みんな野菜みたいに瞳を宝石みたいにキラキラさせちゃって、私うんざりしてるの。あなたたちがそんな目をするから罪悪感で死にそうだった。
舞台は嫌いですか？わからない。みんなの笑顔は悲しむよりはいい。それじゃあ歌は？大好きよ。ずっとずっと夢見てた。誰かの歌じゃなくて私の歌でみんなを笑顔にできたらって。私の歌がまだ自由だった。あの頃みたいに穏やかな旋律でみんなとつながれたらって。それなら。でもダメ、ダメなの。私が歌ったらまたたくさんの人が不幸に。飽きた。毎度毎度同じ筋書きに陳腐な悲劇。きっと天に酔わす神々も退屈している。それ、その演技、私は。悲劇のヒロインなんて時代遅れ。それならあなたが旋律を、歌を捨てる必要なんてない。さあ歌姫よ、共に行こう。あなたの歌と共に悪しき邪竜を打ちに。下手くそ、すいません。へっぽこ役者、太鼓、超三流、私の方がずっと上手い。はい、ハルモニアさんじゃないとダメなんです。だからもう一度舞台の上に立ちませんか？舞台の上のあなたは最強だって、誰よりもすごくて眩しいって。もう一度僕たちに言わせてください。あなたの本当の歌を聞きたい。何よそれ、推しに注文を押し付けるファンなんてずうずうしいったらないんだから。いいわ、狂わされてあげる。私をいつもおかしくさせるあなたたちファンの熱にもう一度。ハルモニアさん、私の心残りと一緒に思いっきり歌ってみる。だからみんなを守って、私のエドワール、あなたの涙に誓って。やっぱりすごいね、ベルは。すごい数の冒険者。この人たちみんな竜と戦うため？はい、みんなもう戦うって決めてます。アフロディーテ、ようやく腹をくくったってこと？ま、もし無理でもその時は魅了するけれど、これ以上時間をかけるわけには。バッカじゃないの？余計なことしないでくれる？な、そっちが変な真似をするから、今日の今日まで私の輝きが曇ってたんだから。あんたが余計なことしなければ劇場の動員数だってもっと稼げたのに。何が神プロデューサーよ。はぁ、なんですって？そこで耳をかっぽじって聞いてなさい、私の歌。今日が本当の私が産声を上げるリサイタル。ほら、そこをどいてどいて。行くわよ、ベル、アイズ。ハルモニアさん。よかったじゃないか、ア
フロディーテ。魅了して歌わせて、事件が解決したとしても、あの子はトラウマにとらわれた人形のまま。そんなの私が望むフィナーレじゃない。わかってるよアフロディーテ。帰ってくる、帰ってくるのね、私が愛した調和と旋律が。よしよし、子供っぽくなってる。役者はみんなナイーブなの。舞台袖から出るまではいつもこんなもんなんだから。それは知りたくなかったような。ああ、それ、ファンはちょっとダメなとこ見せたら幻滅したとか言うのよね。お詫びにベル、なんか面白いことして元気づけてよ。無茶ぶりが過ぎませんか。一人じゃ何もできない。でも二人ならできることがある。三人ならもっと、みんなとならそれこそ何でも。それ、ひょっとしてアルゴノート13幕、星の下の語らい？あ、はい、あの物語の中でも好きなセリフの一つです。全然強くない道化の英雄譚。私も大好きよ。オラリオでやった舞台でもセリフをこっそり引用しちゃった。そうね、私も道化みたいなものだもん。アルゴノートに習ってみるのもいいかもね。僕は笑うよ。どんなに絶望したって唇を曲げてやるんだ。じゃなきゃ精霊だって運命の女神様だって微笑んじゃくれないよ。誘われてやってきた邪竜が何をしでかすか分かったもんじゃない。オラリオ側の準備は大丈夫？任せておけ。ハルモニアタン大ファンのガネーシャが総力を挙げて力を貸すぞ。ギルドの協力を得て住民は安全な場所への避難が完了しています。助かるわ。それじゃいよいよ最終章ね。必ずハッピーエンドで終わらせるわ。アフロディーテ、そういえばカドモスが現れる前、一度あの女神の前で歌ったことがあったっけ。今の歌、何？何一瞬で神のハートをわしづかみにしてくれちゃってんのよ。お姉ちゃん面白い。
あなた有名になりたかったりしない？神プロデューサーの私があなたをスターにしてあげるわ。スター？よくわかんない。それならもう少し大きくなったらあなた私の眷属にしてあげる。覚えておきなさい。絶対にそのギフト逃がさないんだからね。出会った時からうるさくて、いつだって私に夢中で無茶ばかり言って困らせてきた。だったら最初の歌はあなたに。ちょっとそこで何してるのよ。準備はもうできてるんでしょうね。愚問だわ。そこでほうけながら聞いてなさい、私の始まりの歌。僕たちがいます。頑張って。そうだったよね。今私は一人じゃない。姫の本当の歌声、すごく温かい。ああ聞き入っちゃう。人も神もモンスターですら。あれが原初のカドモスなのですか？光線した個体とはわけが違う。当たり前よ。あれこそ本体。やるわよ。ハルモニアの歌はあんたの餌じゃない。往生際が悪いあんたのレクイエムにしてやるわ。あの野郎、こけらをどんどん落としてきやがる。本体だけでもヤバそうなのに、無数の分身も何とかしなくてはならないのですか？地壁で魔導士たち、あとは私と剣気でカドモス本体を迎え撃ち時間を稼ぎます。わかりました。ガネーシャファミリアの主力部隊とベルクラムではここで歌姫の護衛をしつつ流血を待ってください。流血？俺たちの切り札さ。今はまだダンジョン真相に眠ってるけどね。そいつが届くまで持ちこたえてくれ。頼んだよベルク。はい。あとはあなたの眷属が頼りだロキ。わかっとる。アフロディーテやウラノスの情報がふんまなら今頃。動いた。ダンジョンが、カドモスの泉が赤く染まりました。来た。邪魔だ。今迷宮のカドモスに用はない。こやつらはわしとリベリアで抑える。
ビン、ティオナ、とっとと潜水を持って行き。ああ、それじゃあ行こうか。まずは僕らがトップランナーだ。うん、英雄たんの邪竜をやっつけるための大バケツリレー始めちゃおう。不死のカドモスに肉体と魔石を取り戻させるアイテムだって。ああ、そいつが届けばカドモスを討伐できる。多分。多分なのかよ。でもどうしてそんなものをダンジョンが。戯曲的に語るのなら、肉体を失ったカドモスをダンジョンが憐れみ、血と肉を元に戻してやろうとしているってところかな。ダンジョンにも戻れん魂を案じてってわけや。子供にも献身も今ばっかりは皮肉やな。ともかく精神体と化している竜がダンジョンに近づけば、カドモスの泉が赤く染まり流血となる。それだけは厳然たる事実だ。100年以上前に赤く染まる泉をゼウスとヘラの眷属が確認してる。当時は因果関係が分からずじまいだったが、アフロディーテの情報と照らし合わせ、カの邪竜がベオル山地に出現していたのが判明した。あ、じゃあその流血さえ届けば。ああ、あとはそれまでこっちが持ちこたえられるか。これはそういう勝負。強い。何よりこちらには有効打が存在しない。攻撃が通らねえ。どうするベル。はい、やっぱれた。魔法なら少しは牽制になる。ベル、負けんだな。いいさ、やってやる。次から次へとコケラが落ちてきます。ダンジョン51階層から地上まで運ぶとなると何日かかるか。生前は待つのですか。いらん心配せんで。うちらはロキファミリアや。今は歌うんや、歌姫ちゃん。あの邪竜を逃がさんように。目の前で見るととんでもない存在ですね。こんなものの足止めなどまた無茶なことを。エアリエル、憂鬱だと言ってるそばから。魔導士たち、弾幕を張って元気の援護。とにかく撃って撃って撃ちまくってください。おお、囲まれちゃった。ティオナ、一人で走れ。ここは僕が片付ける。魔装よ、血を捧げし我が額をうがて、ヘルフィネガス。うわ、全力だねフィン。じゃあ私も思いっきり走るよ。ルミナスウィンド、今です。倒せてはいませんか。モヤとなって一時的に無惨するだけ。時をかければ元に戻る。さらにまだ来る。アンドロメダから依頼されましたが、このままでは根本的な解決には至らない。やっぱり流血がいる。剣気たちの方が強いのに手がつけられないわ、あいつ。次から次へと。ここはいつからダンジョンになった。
何度でも跳ね返す。一匹もハルモニアさんのところには行かせない。ベル、みんな、あー疲れた。遅えぞバカゾネス。ちょっと団長はどうしたのよ。途中でモンスターに囲まれちゃってさ、魔法を使ってドーンしてた。何それ、お墨あふれる団長のお姿をお目にかかれる大チャンスじゃない。今すぐ火星に。うるせえ、いいから流血をよこしやがれ。このクソったれな邪魔をさっさと終わらせんぞ。それなりに走りやすい道になってやがる。雑魚の割には旧大点で。なんだこの階層、一匹もモンスターが嫌がらねえ。誰かが掃除してるにしたってこれ。くそげ、てめえまで駆り出されてんのかよ。となりゃアンカーはやっと来やがったか、ノロマ。やっぱりてめえか。ご宅はいい、さっさとそれをよこせ。ひ、間に合わなかったらぶち殺すからな、クソ猫。誰に物を言ってやがる、だけんが。共に動けるのは私たちだけですか。それでも戦う。フィンたちなら大丈夫。またハルモニアさんのために。クソウサギが無様な姿を晒しやがって。お前バナフレイヤー。クズが早すぎる。これがフレイヤファミリアの第一級冒険者の力。まだこけらが落ちてきます。何突っ立ってやがる、ノロマ。さっさと行け。ろくに戦えなくても駆け抜けることくらいできるだろうが。もしかしてこれが流血。ありがとうございます。届けます、必ず。ご指示じゃなけりゃこんな茶番。うるせえぞチリアクタども、あの方の庭を荒らすんじゃねえ。引き殺されてろ。来た流血が、想定よりはるかに早い。うちとフレイヤーのとこの究極バケツリレーやからな。ベートあたりはぶち入れてそうやけど。行けベル君。次々とコケラが。ベルが持ってる流血を狙ってるのか。ベル殿、お進みください。ここは自分たちが深部統制。普通の御霊。ミコトさん、ミナ、クラネルさん、
迷わず駆け抜けなさい。道は作る。リュウさん、ありがとうございます。ベル様が行きました。あとはあの流血を使ってカドモスの肉体、いえ魔石を具現化できれば。ハルモニア様、どちらへ行かれるのですか？足を止めるな。あの人がまた舞台に立って歌ってるなら僕だって演じ切ってみせる。あの人を守る英雄を。ハイさん、メル、させない。いっけー。あの光、ビンゴよ。竜に血と肉が戻った。魔石が具現化した。もう敵は不死じゃない。最後まで戦える。最後まで戦おう、ハルモニアさんのために。はい。肉が戻ったことで恐怖の本能を取り戻したか。あの距離、魔法でももう仕留めきれない。ここまで来て。ダメよ、認めない。ベルやアイズが、アフロディーデたちが整えてくれた私の舞台、この舞台を陳腐なフィナーレにすることだけは絶対に。だから私から目を離すな。この動きを止めた。聞き惚れているってことなのか、こいつら全部。信じられません。モンスターが聞き入るなど。これが物語に名を残す歌姫の力。昭和の歌、なんなのよ。もうこんな土壇まで私も聞いたことのない最高の歌。もう歌えるのね、ハルモニア。あなたはもうどこまでも。邪竜が荒れ狂っている。まさか歌が敵の肉体を。それだけじゃない、僕たちにも力が流れ込んで溢れてくる。ハルモニアさんの歌声が私たち。ベル、舞台の最後、あの笑顔はなんて言うんだっけ。カーテンコール。わかった、行こう。僕たちの、私たちのカーテンコール。みなみな様、本日は引退撤回公演にお越しいただきありがとうございました。たくさんの迷惑をかけた
あなたたちへのお詫びも込めて、私から感謝と愛を込めて、復活の歌劇どうだった？最高でございます、ハルモニア様。好き好き大好きハルモニア、やっと見つけた歌姫様。ベル君、ヘルメスあたりから吹き込まれたであろう妙なコールで応援するんじゃない。本当にありがとう、私も大好きよ、あなたたちが。くファンというくくりではあれど、ベル様の心を盗んだ泥棒猫、見逃すわけにはいきませんが。何なんですか、あのお芝居は、あの歌は。ビリまで涙ちょちょ切れて。これが歌姫くんの実力か。まったく、とんでもない子を目覚めさせたもんだね。本当に良かったね、アフロディーテ。二人とも、わざわざ見送りに来てくれたの？はい、アフロディーテ様が今日メイルストラに帰るって教えてくれて。お芝居、すごかったです。あの、これ。あら、ジャガマル君、最高ね、我がジャガメイト。帰りの馬車で食べさせてもらうわ。これはお返しじゃないけど、あなたたちに。これって歌姫ハンカチ、しかもサイン付き。このグッズ、ヘルメス様が売ってたんですけど、売り切れで買えなかったんです。ありがとうございます。大事にしてちょうだい。それじゃ、またね。私に負けないくらい頑張ってね、二人とも。さようなら、ハルモニアさん。いつかまた、また絶対に舞台を見に行きます。私もいつかまた。せっかく気を回してあげたのに、ヘスティアの子を奪わなくてよかったの？気に入ったんでしょ？すっかりぞっこんになっちゃって。節操なしのあんたと一緒にしないで。ファンとのスキャンダルはご法度でしょ、女優ならね。またカッコつけて。愛ですらない恋なんて、全力でぶつからないと後悔するだけなんだから。カッコなんかつけてない。ベルは私の舞台で演じきってくれた。だから今度会いに行くときは、女優じゃない、ありのままのハルモニアで会いに行く。私のエトワールに。